九州周辺の地形図九州王朝説は、七世紀末まで、九州に、日本を代表する王朝があり、太財府がその首都であったとする説である。山大国から五世紀の和の号までを九州に否定する論者は、古くは、鶴峰主義の部から、太平洋戦争後では、長沼県海らがいる。古田武彦も、九州の山大国が、和国の前身であるとし、その後、 九州に和国が成立したが、天智天皇2年、白月の絵の戦いの敗北により滅亡に向かったとしている。ただ2021年現在、井上光貞、江木和夫、山尾幸久など、複数の東洋史、日本史学者等は、古田説を批判しており、主要な百科事典や山大国論争の研究書には、記載されていない。中、本記事は、 古田史学会で発表された論文や、九州王朝節支持者の著作の内容などを含むため、古田説とは異なる。また互いに矛盾する箇所もある。古時記や日本書紀には、山大国や和の語王の記述がないが、古い中国の詩書とは、時期も異なる。例えば、中国の義手和人伝では、義家の長候は、卑弥呼、伊予という二人の女王の業績とされているが、 日本書紀では義に調候した和王は、神宮皇后一人であるとされている。こうした矛盾は、江戸時代から議論の対象となっていた。まず、下見林は、一生日本伝において、中国史書の内容は信用できないとして、日本書紀を基準に解釈すべきことを主張し、山大国も和の後王もすべて日本書紀の記述に合致するように、解釈し直したが、 その内容は、和王部を有力天皇と聖明天皇の二人に否定するなど、現代の文献史学の水準からは、稚拙な面も存在し、松下の山大国紀内説や和の五王品畿天皇、仮説は、現在のように広く受け入れられていたわけではなかった。多くの国学者に影響を与えた、元織のりなは、魚介外ことにおいて、山大国や和の五王は、本来の和王である。 近畿天皇家ではなく、熊祖や、美真満日本船和王を戦勝したとする、熊祖にせ親説を主張した。この熊祖にせ親説を完成させたのが、鶴峰重信であり、彼は中近西文書に品質する、大宝以前の古代一年号についても古代の、九州年号である、と主張するなど、現在の九州王朝説に近い主張となっていた。明治維新以降も戦前、 戦後問わず神宮法再開会,会長の今泉、貞助、東京帝国大学教授の飯田武里、九州帝国大学教授の長沼県会、東北大学名誉教授の井上秀夫らが、熊蘇にせ親切や九州王朝説を主張していた。こうした流れの中、在野の研究者であったものの親鸞研究等で、学会からも一定の評価をされていた、古田武彦の著書。 失われた九州王朝がベストセラーとなった。さらに彼の九州王朝説による論文多言的古代の成立は私学雑誌にも掲載されるなど、学会、アマチュアの双方で彼の説は一定の評価を受け、井上三貞や安本美天らとの間で論争となった。そして市民の古代研究会が結成されると古田の学説は古田私学と呼ばれ、 主にアマチュアの研究者の間で一世を風靡することとなった。一方、東日流外三軍史をめぐる論争での古田の学会での影響力の低下、市民の古代研究会の分裂、さらには学術論文の掲載を得ていないアマチュア論文の乱立もあり、現時点では九州王朝説は一時期ほどには広まってはいない。しかしながら、 古田の学説を継承する古田史学の会は新春講演会に定説派の学者も招聘し大阪府立大学の講師が幹部を務めるなど今なお活発な活動をしている近年では2018年に所こ伊佐が著書元号年号から読み解く日本史で否定的に小説家の桃田直樹が著書日本国記で肯定的に それぞれ扱うなど今でも歴史家や著名人の注目を集めている学説である。上記概要と古田説の主な異なる部分について掲載する。古田の論文は私学雑誌や資林に掲載されるなど、九州王朝説論者の中では数少ない学説の形に世に通ったものであった。なお、この説の出典は突起のない限り、古田の著書、 失われた九州王朝、古代は輝いていた、古田武彦の古代史百問百答による。また、古田の説で特徴的なものとしては、次のような主張がある。九州王朝説論者は古田が主相者ではあるが、学術論文の形をとっていない、アマチュアの研究発表を含めると数々の異説が存在する。その主な論点を記す。 592年にアスカ K が設置されるよりも前に、九州では、畜紫国、宝国、日向国、小江国の四国がが、北海道、日向海道でつながっており、その他に、南部の熊彦国に、早戸が住んでいた。前者四国には、国の制度として、部民性があり、部族の世襲的な職業を定めていた。小江国には、草壁、三部部、部、クメ部、 筑子国、報告には、物ノノベやオーミワブ、職であるハフリベ、海事、漁業部であろう、海イなどがあった。当時の王朝は、諸地域の民やトライ人を組織して、開魂を促し、三宅に、田辺、ぬかたべのなども作ったが、特に、九州地の報告には、二十個余りの三宅があった。また、五百二十七年の祝いの乱の後には、軍事的部民も強化された。 また、古墳時代の貨幣に、鉄、があるが、これまで発見された1,147枚のうち1,057枚は、機内に集中しており、機内では、古墳時代には、鉄器製造などができなかったことが伺える。701年の大宝律令の後は、九州は九国になり、再開道とも呼ばれ、全体が、太財府の管轄となった。また、 九州という用語は本来古代では、天使の直轄統治領域を意味するもので、中国では、修大以前、全土を九つの州に分けて治める習慣があったことから、九つの国の意味ではなく、天下のことを表すこともある。また、白木の九州の実例もある。ただし、天使の直轄統治領域を九州と呼ぶのは古代、中国での用法であり、日本でも、 同じように用いられたという証拠はない。菅威圧国王イニ入れ博多湾の志賀島で発見された菅威圧国王の金印は漢の罠国の王と読み、漢の家臣の和国王の印住であり、金印が発見された場所から遠くない場所に金印の所有者である和国王の居城、罠国があったという主張がある。岐阜和人伝によれば山大国は 木材のクスノキや鉱物の2の産地であり、大宝軍と貿易をしていたが、仏像や造船に使用されるクスノキは主に九州に分布し、また、大分県のクス軍の地名は、クスノキに由来すると思われる。また単位は、仏像の時には船底の防腐剤として使われた、鉱物で水銀の材料であるが、訪日別、報告後の大分市には、入神社があり、 二の産地であったことが伺え、また公安貿易の地として、貴船神社も多い。また、卑弥呼や天寺大臣と同一人物かは、不明であるが、伊イ,イザナミが生んだ、和田摘みの娘で、神武天皇の祖母であり、祖母山信仰の祭神でもあると玉姫、またその妹とされる、玉より姫の二名の国つかみは、九州の日向国にいたとされており、双方が、 天神神と結婚している。さらに、後の日本初期の神武統制の逸話によれば、神武天皇は、日向国から出発し、報告の宇佐で、佐津彦根流の一柱、東宮に滞在してから、近畿へ渡航して、新社の鉱脈調査を行っている。また、危機によれば、イザナギイザナミの最初の国海が、淡路島であるが、 淡路島には日本で最古の鉄器製造所であるとされるご都庁、柿内遺跡があり、関西の平野部から離れた島に作られていることを考えると、造営者は少なくとも大阪平野部の部族ではなかったことが考えられる。なお、鉄器以前の製造機製造所は、弥生時代中期から後期に九州北部、または伊都国にあったことが判明している。また、 王朝の首都とされる太宰府には、北海道が通じており、この北海道は、北から久留米、中津、熊本、別府にそれぞれ街道が伸びており、さらに別府では、筑紫国跡の福岡県東岸から、日向国跡の宮崎県をつなぐ、日向街道に接続している。従って、伊都国の一大リーツと、同じく、伊勢社側は、陸路でも、相当広い波囲を移動することができた。 福岡県の船原古墳では2013年までに古墳時代後期のバグが近藤製品鉄製品を合わせて200点以上発見されている和の豪は機内ではなく九州の大王であったという主張がある。関大から代々に調校していたのは九州の大王であり日本列島を代表して大陸と交流、交戦していたのも九州和国だったという主張がある。 527年の祝いの乱は、慶体が、無列天皇を武力討伐して、政権を奪った、九州地の王朝交代の記事であるという主張がある。祝いの乱は、史実九州王朝が実在したと仮定した上で、祝いの乱は史実であるとする主張は、以下の通りである。慶体天皇地方豪族説、慶体天皇は、地方豪族に過ぎなかったという主張がある。祝いは、 九州和国の天皇説正徳太子馬屋と王子、馬屋と王子と肘所天使は別人であり、肘所天使は九州和国の人物であったとする。で、カニ十二回、遣隋使派遣、仏教に深く帰依した。馬屋と王子は、機内日本の人物で、これといった実績はないと考えられる。表を制定していたのは、 大和王権に先行した九州和国であるという主張がある。九州年号では、大化元年は695年であり、大化の改新の政変により、九州和国に変わりきない日本が政権を握り、票に変わり、軍が使われるようになったと考えられることとする。16世紀の中国で書かれた世界地図。九州が、は、本州が日本となっている。ただし、 16世紀になってまではあと日本が別の国だと認識されていたことは考えられないので根拠にはならない。人武統制、古田武彦をはじめとする九州王朝節論者の主流派は次のように述べている。大王人武は神話の中の日本の創始者ではありません。大王人武と組め集団は、弥生後期に和国から道卓国家権へ攻撃を行いました。 なお和国とは三種の神宝を鏡、矛、曲がたが祭祀と権力の象徴とする国で、道卓国家権は、道卓が祭祀と権力の象徴とする国です。神武と同行したのは、海兵隊としての組めの集団のみです。古事記によれば、日向から東に向かい、秋と紀日々で植民し定住しようとしました。しかしそれは失敗し、その結果、 道卓国家県への侵略に切り替えました。そして大阪湾の何和を通り、河内湖と呼ばれた湖の橋である日下の建杖へ上陸しました。しかし日下での戦いに敗れ、彼らは南方の水路を通ってチヌの海へ出ました。そこから彼らは紀伊半島を回り、山を越えて熊野から山和に突入しました。彼は東方侵略にかけ、 大和侵入に成功した。大和では彼は、和国から、カムヤマと言われびこの命と呼ばれた。それで彼は、後生大王と呼ばれたり、神武天皇と呼ばれている。神武天皇とは、寒風志亡といって、古事記日本初期編三時の名前です。大王神武は実在である。神武統制は、弥生後期の大阪湾の地図が根拠を明示しています。ただしどれもが、 根拠たり得ない、稚拙なものである。ケツシアツシロ九州王朝説の古田武彦は、ケツシアツシロは、神武天皇以来の近畿文王朝として実在した、と主張している。記録が語る、王朝交代九州から王権が移動し、山東王権が確立したのは7世紀末であるという、主張がある。人心の乱の舞台は、九州説672年の人心の乱の、 戦闘があった地域は、九州地であったという主張がある。人身の乱は、液性革命以下のことから、人身の乱により、王朝交代があったと考えられる。司書の国語解消記事八世紀の大和王権八世紀は、異常に多くの反乱やクーデターが発生しており、大和王権は、政権が安定していない。九州和国の抵抗九州和国の抵抗は二十三年。 頃まで続いていたと推測できることとする。先森先森の配置は、九州和国制圧のために、東国の映像を利用した山東県による、エビスを持って、エビスを制する政策であったと考えられるということに、する。太宰府政成長後、太宰府は、九州和国の首都であったと考えられることとする。名称記録の空白途上日本最古の都市太宰府 長防復元図等の首都をモデルとした都市、日本初期、俗日本紀、岸和人伝、万葉集等の記録測定調査、発掘7世紀末に突如として、機内地方に出現した官僚集団は、九州の太宰府から連れてこられたものである。大和王権は、九州和国の官僚機構を引き継ぐことにより、政権に必要な人材を確保することができたと考えられる。 次のことから、7世紀以前に、無門銀銭や、不本銭などの貨幣が発行され、これらの貨幣が流通していたのは、九州であり、8世紀以後、大和王県は、九州の、不本銭等を参考にして、数解剖鎮等の貨幣を発行したと考えられる。古田四学解放、二つの確証について、万葉集に、九州、山陰山陽四国の人の歌がないのは、 貢献三奪の事実を隠すためであり、また解釈が広告士官で歪曲されているからである。代表的歌人でありながら、正体不明な柿の元の人丸やぬかた王等は九州和国園の人物である。山上奥良等も元は九州和国の役人であった者が大和王権に仕えたものである。九州の歌である万葉集の古い歌のほとんどは、 九州で読まれたものである。工具山万葉集の工具山は、久留米市南方の山吉野山万葉集の吉野さんは、吉野狩背面の山。慶光天皇の九州大遠征説話は、筑前を拠点として、九州統一を成し遂げた九州和国の師書からの、東洋である。神宮皇后の筑後平天説話は、九州和国の師書からの東洋である。 千代福岡市の中心街の地名。祭石福岡県糸島市に祭石神社がある。岩福岡県糸島市に茨という地名あり。苔の娘まで福岡県糸島市に若宮神社があり、祭神は苔むしゅり神他である。奈良焦僧院の宝物のほとんどは天平十年に九州地区後の焦僧院から献上されたものであり、元は 九州和国の宝物である。2004年秋に中華人民共和国先生小西安市の西北大学が西安市内から日本人検討士今なりの母子を発見した。以下のことからこの今なりは九州和国の皇族であると考えられる。古代日本では駅路という全長6 3 0 0トルにも及ぶ。 幅6から30メートルの直線的道路が本州をほぼ縦断して全国に作られ、沿線には駅化という休憩、宿泊施設も作られていた。これは2021年現在の日本の高速道路網にも匹敵するものであるが、これだけの道路の建設にもかかわらず、どれだけ費用がかかり、誰が負担したかということがわかっていない。 当時の人口は500万人程度と推測されており、建設には長い歳月と膨大な労力が必要だったと考えられる。これらも九州和国が半島での戦争を遂行するために兵員の移動を物資の補給用に建設したものであると考えられる。九州王調節の提唱者である古田は、新蘭研究での堅実な実績で知られ、当初は、 私学雑誌78から9や、輪五55から6、56から1など、権威あるとされる、研究誌での公表を行い、一定の評価を得ていた。九州王調節に関しても、一時期は、高等学校日本史教科書の客中で、山大国と言及されたこともある。しかしその後、勤務校の起用を除けば、学術雑誌や、学会発表などの手段によって、 事故の主張を公表する過程を踏むことが少なくなり、学会からの反応がなくなった。歴史学、考古学等の研究者は、本説の内容に関して、考古学の資料解釈の成果とそぐわないこと等を、もって、検証に耐えうる内容ではないとしており、当初古田が権威あるとされる、研究史での公表を行っていた頃には評価と合わせ、 批判をしていたものの、主要な百科事典や山体国論創始を著述した研究所においても記載されていない。その一方で、一般市民や在野の研究者の中には熱心な支持者が存在し、従来の古代日本史学を未だ広告史観の影響下にあるものとみて、本説はそれに代わる新しい史観であり、日本古代史の謎や矛盾を、 無理なく説明できると主張している。また、本説からは、多くの阿流が生まれている。九州王朝説は根拠に示す通り多くの証拠があるにもかかわらず、日本古代史学会からは目殺されている。それは、以下のような理由による。通説と、あまりにかけ離れており、日本古代史学会の多くの研究成果を否定することになる。古田武彦や、 その支持者が資料批判など歴史学の基礎手続きを尊重していない。古田武彦の漢文の読み方が恣意的である。飛鳥時代以前を記録した一次資料は、金石文や発掘された木簡などわずかしか存在しない。従って、説の論拠となる資料は、このわずかな一次資料と、危機や、万葉集、関東、 朝鮮の歴史書等に参見される間接的な記事、九州年号や多財布、中遺跡群、金印、交互医師などである。この資料の少なさが、九州和国否定論の論拠の一つとなっており、また多くの阿流を生む原因ともなっている。通説側から、九州和国の存在を仮定しての日本初期等の既存資料の解釈が恣意的であると問題視されているが、 九州王朝説からすると、古代大和王権の存在を裏付ける都の城などの遺跡、官僚機構の存在を示す木簡などの一次資料は全く存在せず、通説は二次資料、三次資料である危機を鵜呑みにした大和王権一元論を前提に、その他の資料を無視したり曲解しており、資料の扱いが恣意的であるとなる。日本初期の人大巻に、 筑区は14回出現するが、マトは1回も出現しないことなどから、人代の舞台は、九州であるとする意見は、九州王朝説に限らず多いが、九州王朝説の一部の論者の中には、上記のように、人心の乱の舞台までも、九州であるとして、危機のほとんどは、九州和国の史書からの盗用であり、古代大和王権の文献資料など存在しないとする、見方もある。 九州王朝説は九州王朝一元論に陥りやすいが、これは危機のもとになった九州王朝の死書が九州王朝一元論によって書かれていたためにそう見えるのであり、現実を正確に反映しているわけではない。古田武彦は自分の仮説は九州王朝と大和王朝の双方の存在を認める多元王朝説なのであって九州王朝一元説は 支持しないと明言している。また、九州王朝説の支持研究者間でも、白月の絵の戦いまでを、九州和国の歴史と見る、人心の乱までを、九州和国の歴史と見る、大化の改新まで、九州和国の歴史と見ると考え方は様々であり、定まっていない。かつて古田の弟子であり今は他元を分かった、原田実のように、九州王朝は、祝いの乱で、 大和朝廷に屈したと考える論者もいる。中孝治主日は、雑誌、市民の古代への投稿について、控えめに言って、玉石昆虹と表しており、一部の支持者の主張が、突拍子もないという類いであることを認めている。古事記研究家の武田久志康氏は、八代市で行った講演で、上記、八代伊勢説を、紹介通したにもかかわらず、テレビ番組、 そこまで言って、委員会、NP の中では、危機は我々日本人にとって、真実なのであり、海外の文献と比較して、事実を暴くようなことをしてはいけない。日本史の教科書に、義詞和人伝統を載せるべきではない。等と,と発言し、通説側の苦悩を表している。ありがとうございます。